精神病棟に行ってみたいですかいや、別に行ってみたくない。見舞いで行ったことあるけど、人の、人が閉鎖病棟に入院してる人がね。うん、知人がいたんで、見舞い行ったことあるけど。普通にね、あの、環境良かった。いわゆるその、言われてる、なんか人々が暴れたりってことは全然なくて、すごいなんか穏やかな管理されてる人たちが、なんか将棋でもやりませんかって言ってね、入院してる人と将棋やったけどね、勝った気がする。うん。なんか結構集中力とかが結構削がれてる感じだな。 それは病気によるものなのか分かんないけどその病長い、長く病院にいることによるのか、病気の原因なのか分かんないけど、あれ今どっちの番だっけみたいな感じのことは言ってた、その人まあでもすごい穏やかな人たちでした。